ちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが、グシソンくんです。いや、グシケンです。あ、グシケンか、やっちゃった。ごめん。何？そうだ、都道府県の県の中にある村にしちゃったわ。ねえ、聞いた上でだったわ。あ、納得いかない？俺がやっつけてやるよ。いや、あんただよ。県がね、都道府県の県、うん、そうで、覚えてるってこと。違うの？違うね。え、じゃあ都道府県の都？いや、違うわ。僕の剣の漢字はお菓子の堅揚げポテトの型です。具志堅の剣ってお菓子の堅揚げポテトの型なの？知ってるだろ。でも俺もなんとか覚えれるように頑張るから。うまい。米？まあとハイが合体して、結構省略するタイプだ。結構せっかちなんだね、具志堅。一緒に全然作っていこう。あー、逆左手、左手。はい、ということで今日も始まりましたけど、はい、はい、今日は具志堅、これテンション上がると思う。おー、うん、まあちょっとね、今日何本か撮影してて、はい、そこでも登場したやつの集大成。おー、うん、しかも動画としてもずっと追っかけてる、やつで、うん、なんだろう、密着期間で言うと、うんうん、2年半以上かな。すごい、学生じゃん。そう、それのもうラスト、だから本当に卒業式みたいな感じだね。おー、うん、わかる。ちょっとコピー機やってる。もしかして。いや、コピー機の音再現してたわけじゃなくて。あ、違う。うん、あ、わかる。何がですか。いや、そんな。作業。確かに会話難しいな。いや、やったわ、その下り。まあ作業かな、とりあえずは。作業。うん。うか掘り出し。いや、当てに来るかい。うか掘り出しです。おお。はい。まあね。はい。集大成、はい、ただこれもう普通の羽化掘り出しではなく、産卵セットから放置し続けた羽化掘り出しです、うん、おー、はい、放置系からスタートして、はいはいはい、で、まあ言ったらざっくり簡単に言うと多頭飼育みたいなのをやって、ついに羽化してきたって感じなんですけど、はいはい、種類として、うん、マルスゾウカブトです。おー、はい、ゾウカブト、そう、世界最重量級のカブトムシ、うん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 、ゾウカブト系の中でも、はい、サイズとしてはだいぶでかい方になるのかな、うんうんうん、っていうマルスゾウカブトが多頭飼育で2オス3メスかな、うん、でずっと管理してたんだけど、はい、それがね、多分これより前の動画に上がってるんですけど、うんうん、その中でまだサナギだった子っていうのがいて、それが羽化してきたって感じです。あ、そう、だからこの子たちを羽化確認できたら、この長期にわたった一連の動画も終了と、うん、なるほど、ちょっと寂しいぐらい、うん、のやつ、期間がね、期間がすごいんで2年半つけやな。そう、だからまあそこも、前のこれのタイプの動画で、うん、多分詳しくは言ってるんで、うん、それで見てほしいんですけど、うんうん、今回のやつ出しましょう。はい、こちらです。はい、はい、こちらです。逆、あ、逆かってことは、これの反対だから、うん、こう、あー、足りない。あ、足りないのか。真逆、真逆、うん、あー、行き過ぎ。あ、それ行き過ぎ。いやー、巻き割り、あー、餅つき。あ、これか。そう、あー、それですよ。申し訳ない、お前、ね、助けてくれ、ゾウカブト。ヒーロー、ゾウカブトね。これが多頭飼育してたやつで、うん、はい、はい、産卵セットを組んだ時期、ラベルすごいっすね。ラベルすごいよね。3枚までいくことまあないからあれだけど、これね、産卵セット組んだ時期は2021年の3月です。すごいですね。すごいね。だから3年2ヶ月前になるのか。はい、まあ、そう、その3年2ヶ月前のからずっとこれ言ったら土が入ってるケース。3年2ヶ月あればね、うん、他の種類だったら生まれて羽化までもね、もう2周してるかもしれないね、うん、っていうぐらいずっと放置されたケース、うん、で、まあ、正確に言うとこの中に多頭飼育として始めたのは、これいつの8月って感じなんだけど、多分2022年の8月、はいはい、にオス8のメス3で管理してて、はい、うん、でもさすがに量が多すぎるってなって、うん、そこから減らして、結果的にオス2のメス3っていう感じで、うんうん、ずっと管理して、前回3匹羽化してきたかな、オス1のメス2、はいはい、でここにだからオスとメス1匹ずつサナギがある状態だったんだけど、うんうん、それが羽化してきてるんで、あ、はい、もうだから開けた瞬間に
多分現れると思う。マジ？うん。そうだからまあ不思議な感じするな。そうね。このケースといえばなんか幼虫か卵かみたいなイメージがあるから。そうそうだからまああんまり大型のカブトムシを多頭飼育する機会ないんだけど、うん、小型種とかでは結構してて、うんうん、でまあ動画の部分も考えて多頭飼育も大型系でもやったりはしてるけど、うん、まあ種類によって何匹このケースで管理できるかはサイズ感によるって感じだけど、ゾウカブトはとりあえず5匹は大丈夫そうだったね。3メス2オスだったら、うん、っていうところで、だから前回取り出した時のサナギの部屋とかも残ってるから、うん、結構異様かもしれない。うん、なんで出します。さあ3年2ヶ月の封印を解きます。はい、こちらです。はい、おーおーいますね。おー、はい、これです。すげえ。あ、元気かな。あ、元気。こっちも、あ、元気ですね。おー、はい、さあちょっと出してみようか。あーすごい、こっちはメス。この部屋がすごい。おーおー、メスでかいよな。でかこのね、やっぱ頭とケツの方の光沢感の違いがね、うん、もう別のもの同士をこう組み合わせたかのような雰囲気だけど、これとこっちがオス。オスはちょっと反転してね、ちょっと心配だけど、羽化して反転したのかどうなのか、うん、はい、お、でも綺麗そうじゃない。ちょっとごめんよ。はい、おい、来ました。すげえ、ごつい。角かっこいい。めちゃくちゃかっこいいよね、マルスね。いや、2匹とも無事でした。ふっと、マウスじゃん。いや、そうね、マルスじゃなくてマウスだな、これな。おー、ダブルクリック。あはは、なんか決定した。すごい、来ました。はい、でも、やっぱ多頭飼育だから、うん、ちょっと小ぶりかな。あ、うん、その、うちで個別で管理してた子に比べると、へー、まあ、そうは言っても立派だけど、うんうん、ちょっとオス、オスでかいな。そうは言ってもこれじゃあちょっと溢れるもんね、足が、うん、このもう屈強な爪。はい、これまだ固まってないから、まあ、ちょっとこう触れれるけど、もう掴まれた時にはもう終わりだね。ちょっとだけへこみができちゃってるけど、うん、でももう綺麗。この後はもうティラノサウルスの爪みたいだね。すごいな、この鋭利な角がやっぱかっこいいね、マルスは。いや、でかいな。はい、まあ、3年かけて羽化してきてくれました、うん、でも2年半ぐらいで他はみんな羽化してきてくれてるから、多頭飼育ゆえに逆に時間かかったのか、まあ、このケース自体がちょっと温度低めの20度前後ぐらいの場所でずっと管理されてたりしてたから、うん、そういったので幼虫期間長くなったのもあるかもしれない。じゃあこれちょっと測ってみましょうか、体重。あ、体重じゃない、サイズ。はい、はい、出します。こちら、はいはい、こちらです。どっち？いやちょっと、ね、逆って言わなきゃいけないっけ。いやちょイントネーションもやばかったし。そんなことよりそんなロボットだったっけ、具志堅。いや、ちゃんと出せたから。ああ、よかった、うん、はい、測る用のギス、はい、はい、これで行かしてもらいます。一応メスも測ってみるか、はい、そんなにね、メスは測ってないんだけど、いい機会だし、まあ、頭の先から羽先まで、でも80ミリ普通に超えたりするからね、マルスのメスは。はい、来ました。76.5。 おー、でかい。これでも小ぶり。でやっぱヘラクレスの76ミリよりも横幅もあるから余計にでかく見えるね、はいはい、うん、さあそしてオスはうちで言うと125がマックスかな。角先から羽先、ちょっと頭を倒した状態で、まあ、最大値で測ってる感じかな。さあ、まあ、120超えたら立派っていうイメージだけど、うわー、ごめんよ。ヘラクレスよりもね、やっぱおとなしい。結果 117.7。おー、十分立派、うんうんうん、多頭飼育の割には十分立派なんじゃないかな、うんうんうん、はい、という結果になりました、はい、すごいね、改めて。あー、かっこいいね。うん、これがその羽化してきた、だから、まあ、卒業式後の机みたいな感じで、ね、うん、あ、いいね、うん、いい
の入りました。ありがとうございます小横、ありがとうございます。あープシュプシュ。あ、そういや、え、ホンダスイミングスクールいた。バシャバシャ、バシャバシャか。いや、いいね、これは。だからもうサイズ感が、こことここがオスだったって感じかな、多分。で、ここがメス。空間的にはもうほぼないもんね。でいわゆるもう全容、うん、そう、全容、さなぎ、成虫と。だからまあ、できればここでみんなもう羽化した状態で前の動画で掘り返したかったんだけど、うん、結果的に3匹だけ羽化してたっていう。あ、ちょっとだけずれた。そう、で、この子たちはさなぎだったから、まあでも、うん、あの動画撮ってまだ 2,3 週間ぐらいだから、うん、もうちょっと待ってたらみんな羽化してたんだろうけど、あ、まあ逆に具志堅にもこの姿見せられてよかったね、うん、オスの方がね、なんか表現合ってるか分かんないですけど、うん、作り物みたいな。ああ、でもそうね、うん、もう造形美がすごいよな、はいはいはい、この横のさ、うん、何この工具みたいな、うん、俺らも小さい頃とかこういうのつけたいと思ってたよな腕の横とか、これすごいわ。あ、やっぱせおとなしいね。そうですね、撮りやすいです、うん、撮りやすいよな、カメラも。これすごいね。でも寿命は結構短めなんでしょ。寿命はやっぱちょっと短い。あ、うん、やっぱまあ平均どうなんだろうね、3ヶ月前後ぐらいかなっていうイメージ。幼虫期間は長いけど、はいはい、ただ休眠期間も短くて、あ、3年幼虫して羽化してからは餌食べるまで1ヶ月から2ヶ月かかんないぐらいだから、そこで言うとだいぶ餌食べるまでも早いね。サムネになってるかわかんないけど、うんうんうん、ド迫力よ。おー、ほら、おー、マウス以上にでかっ。いや、そうね、これでかいな。マルスかっこいいね。いいですね。今んとこマル、増加部とマルス1位かも、見た目の好み度。この尖ったこの胸の角がやっぱかっこいい。うん、レックスゾウカブトとかはもうちょっとなんて言うんだろう、山感あるんだけど、はいはいはい、そういう感じじゃなくてもう鋭利な、もう攻撃に特化してる雰囲気のやつ。これで無事でした。はいはい、あっという間だったけど、うんうん、まあ、動画ではね多分数十分でお送りされてるけど、うん、はい、これになるまで結果的に3年以上かかってるからね。うん、でこの2匹が羽化してきたっていうところで、マルスは全員羽化してきたっていう、はいはい、これで一通りマルスは終了だから、うん、次僕のチャンネルで見れるのは、うん、多分今年孵化してきた子たちになるから、うん、3年後とかになるかもね。2027年とか、早ければ2026年とかなのかなって感じ。寂しいな。いや、でもこれが、うん、ゾウカブトのサイクルというか、いや、そうね、うん、そう、だからまあ毎年見たいんだったら、1年ごとに3年間別のペア購入して、うん、幼虫取れたら1年に1回ぐらい羽化してくるかもね。うん、うん、まあでもやっぱ飼育スペースは取るから、このネックはあるかもしれないけど、まあ、幼虫も迫力あって楽しいし、うん、あとは多頭飼育で5匹ぐらいまでだったらいけそうだから、この25リットルケース SD ボックス25ってやつなんですけど、だからでマット交換は結果的に、まあ、多頭飼育にしてからにはなるけど5回かな、まあ、半分取り除いて半分入れてみたいな感じだから、追加でな80ぐらいかな、80リットルぐらいって考えたら8000円ぐらいで5匹羽化までいってるから、はいはい、うん、そう考えたらまあ多頭飼育のメリットでもあるかもね、うん、普通だったらこれを1匹ずつ、まあ、7リットルぐらいで 5回ぐらいマット交換するから1匹にまあ40リットルぐらいは、まあ、少なく見積もっても必要だから、オスの場合メスの場合、メスはもうちょい少ないかもしれないけど、うん、考えたら1匹 4,5,000円ぐらいかかるから、うん、そこ安く抑えるっていう意味でも多頭飼育いいかもしれない。こんだけ立派な子も羽化してくるしね。ゾウカブトは多頭飼育向きではあるかもね。幼虫の性格もおとなしいし、はい、いや、よかったです。具志堅的にはどうだった？あっという間だったけど。いや、なんかこんなに大きいカブトムシが、うん、この中で5匹も生活できるんだっていうのがまず意外というか。そうね、やっぱ性格がからこそみたいなの話聞いて、まあ少しは納得しましたけど、うん、ああでもまあまあ納得してないってことか。いやいや少しは納得ってことは。いやいやで単純に餌の取り合いとか起きないんだなっていう。確かにね、まあまあもちろん傷つき合う恐れみたいなのはあるから、メリットデメリットはあるけどね。はいはい、うん、だからそれがまず新鮮でしたし、うん、カブトムシの羽化ってなると、うん、やっぱあの何緑色の人工養殖から出てくるっていう印象だったので、うん、あ、はいはい、
そこにある5個の洋室の跡とかもすごい見てて新鮮でしたし、確かにね、幼虫期間が3年ぐらい、うん、2年3年あって綺麗に浮かしてきて、うん、どっから3、4ヶ月でなくなっちゃうっていうのが自然界でも外国でものどっかの森とかで、うんうん、そうね、こいつはまあペルーとかかな、多分ペルーだね、行ってみたらメスはそっからまた交尾して卵を産んでっていう、その短い期間で、なんていうの、ちょっと想像するとなんかね、短、他の種類と比べるとやっぱ圧倒的に短くて、まあね、なんか儚いというか、そうね、このサイズ感の割には寿命短い方かもね、うん、それの印象、ゾウカブトって聞くとやっぱそれをよくイメージするんで、そういうのも含めてやっぱこの生きてる状態を見させてもらえるのはすごい貴重というかありがたいですね。ああいえ、まあね、確かにあんまりチャンネルでも登場する機会なかったから、途中でも言いましたけど、逆に作り物ぐらいの感じが今日は特に印象に残りました、ね、しかも動かないしな、今ももうずっと動いてないから、そうそうそう、それもすごいっすよね。そうね、まあだからゾウカブトやっぱかっこいいし、うんうん、これは多分ね、だからそれこそ3年前の夏ぐらいに購入した動画、春先なのかな、はい、購入した動画とか上がってると思うから、うん、ぜひそっから見返してもらえたら嬉しいですね。うん、まあもしかしたらこれ、このケースのやつギュッとまとめた動画としてどっかで上げるかもしれないんで、まあそれも楽しみに待っててほしいですけど、はい、まあこれで完結ということで、はい、でまあこの子たちはまあうちでブリードするのかどうだろう、もしかしたら下の展示の店舗の方で展示するのかって感じか、まあもしかしたらランバーとかみたいなところにこう下ろさせてもらったり委託させてもらったりする可能性もあるんで、まあこの動画上がってる時どうかわかんないですけど、気にかけてもらえたら嬉しいです。でまあ多分また多頭飼育系はヘラクレスも含めやれそうなやつはやろうかなと思ってるんで、なんか逆に多頭飼育これやってみてほしいとかそういう種類とかあったら、ぜひコメントで記入してもらえたらちょっと検討させてもらうんで、ぜひコメントもたくさんお願いします。お願いします、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。